群衆は1941年のアメリカ映画。監督はフランク・キャプラ。フランク・キャプラと脚本家のロバート・リスキンが最後に手を組んだコメディ映画。でっち上げられた新聞のコラムから物語が展開する草の根運動をテーマにした映画である。この映画は工業的にも大成功を収め、その年のアカデミー賞にノミネートされた。また、 アメリカ映画協会が選ぶ感動の映画ベスト100では49位に選出されている。公開の28年後である1969年に著作権登録を更新できなかったため、現在はアメリカにおいてはパブリックドメインになっている。キャプラは最初からゲイリー・クーパーをジョン・ドゥー役にするつもりであったが、クーパーはオペラハットですでにキャプラ作品の主演を務めていたことや、 ずっと、バーバラ・スタンウィックとの共演を望んでいたため、映画の内容を知るまでもなく、この役のオファーを快く引き受けた。新聞社の経営者が変わって、多くの働いている人のリストラが決まる。首を切られることとなった、新聞社の案は払い線に、炎上しても構わないとばかりに、架空の記事をでっち上げる。記事の内容は、職につけないのは腐敗した政治のせいで、その抗議として、 クリスマスイブの夜に視聴者の屋上から飛び降りることを胸とするジョン・ドゥという架空の人物からの投書だった。この投書が新聞に載るや否や反響は凄まじいものになる。発行部数を伸ばしたい新聞社はこの投書のジョン・ドゥという人物を誰かやとって演じさせ新聞記事にすることで販売部数を伸ばそうとしたりと商売にしようと企む。翌日、自称 ジョン・ドゥーが新聞社にたくさん集まってきた。その中から選ばれたのは、職を探して新聞社を訪れた、現在無職の元野球選手ジョン・ウィロビーだった。彼はジョン・ドゥーという架空の人物を演じることになる。案外演説の原稿を書き、ジョン・ドゥーがラジオ出演や講演会などで演説すると、アメリカ中で人気者となる。さらには、彼の思想を崇拝する者たちが、 ジョンドゥークラブを作ったりと、一大ムーブメントとなる。ありがとうございます。